いやー、綺麗だねー。どうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。さて、まあ、装備もね、いろいろ決まったんでね、ラスボス目指してやっていこうかなと。赴くでいいのかな。さあ、倒そう。何も起きなかったら起きないで、ありがたいんだけどね。偉大なる、薪の王たちよ。おー、燃えた。今や火は陰り。王たちに玉座なし。あなたたちの火を継ぐ者に預けたまえ。そして彼は殺すでしょう。始まりの火を継いだロードランの古い神たちを。さあ、最初の火の炉。おー、一応戻ればするんだね。さあ、火は消えておる。まあ、どこにも行けない感じかな。一方通行な感じだね。さあ、頑張ろう。おー、すげー、やばいのだけは分かった。ね、こっちもセーブポイントあるんだね。あ、飛んでいった。最初の火の炉。ま、ダンジョン的な感じかな。なんかいるのかなぁ。そうね、残り火はね、残ったまんまなんだよね、前回使って。サインあるのかなぁ。いや、さすがにないか。なんかいるね。あー、ボス戦か。もうボスだけなんだ。じゃあ、行っちゃいましょう。やば。あれ、これってさ、危な。
あれじゃん、サムネイルのやつじゃん。なんか武器変わった。やばっ。あー、毒斬り。あー、槍はちょっとめんどくさいっすな。ぐえー、強っ。はあ、すげえな。ミスりましたねー。うわーすげえ、テンポ崩してきた。ですよねうえー、ちょっと待った。うえー、強っ。おい、そんなのしてくるの？おい。いやー、つかみが。えぐいっす。え、ちょっと待った。なぜ俺は盾を装備しない。ねえ、赤みが増してんな。ねえ、もうちょい。てか焦りすぎて攻撃しすぎだな。避けれてる、避けれてる。あれは引いた方がいいか。痛い痛い痛い。うん、危ないねー。痛い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 。ギー、あと一発。よし、倒したー
いやー、一発ーうぃ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 ーあー、一発あれ王たちのソウル。あれこれ最後だよね。マジか。ん？ちょっと待った。カボタンを召喚する。なんだ？いやー、綺麗だね始まりの火が消えていきます。すぐに暗闇が訪れるでしょう。そしていつかきっと暗闇に小さな火たちが現れます。王たちの継いだ残り火が。お、動かせる。消えちゃったー。はいの方、まだ私の声が聞こえていらっしゃいますか？はい、ということで、ダークソウル3、無事クリアです。あー、クリアしちゃったー。ま、飛ばしましょう。2周目はまだしたくない。今始めない場合は、後でサイビジョン体験、かがり火から2周目の世界を始めることができますと。の。そっか、2周目、3周目ってやっていくか。10万もらったね。じゃあ、とりあえずレベル上げよう。そうだの。倒してしまったものは仕方ないね。これでいけるかな、いけるかなって、やってた時間の方が長かったわ。ライブ配信でしてたからね。王たちのソウルで、太陽の光の槍。投げてたやつかな、これね。ね、肝心の手に入るやつは？あったあった、これか。棺の体験。あれ持ってたやつか。残り火が使えると。ちょっと、そっか。1万5000咲いてあげればよかった。ソウル錬成。そっか、こいつも、か。今更気づいたけど。
体験ね。縦に移植？まあ武器に、縦だなー。で、軍打は武器にしよう。で、装備だ。まずは、棺の体験。あー、まんまこれ。いや、これではないか。いや、これか。おい。なるほどね。あー、残り火ってそういうこと。あ、火がつくっていうね。なるほど。面白いね。で、グンターが、突進か。はいはい。で、グンターがこれで、だからこういうことよね。こういうことができるわけよね。うわぁ、この立っていいね。受け74。こっちが73。あー、ちょっと高いんだ。あー、いいねー。こっち好きだな、これ。あー、重いけどね。まあでも、こうか。ねえ、ちょっとさ、まあ、やってみたかったのが、お前も死に損ねで、俺もそうさ、火のない灰。よし。そう、どうなるのかなーと思ってて。あ、重厚な奇跡もらえるんだ。まあ確かに動かないもんね。腰重かったもんな、あいつ。あー、パッチじゃーん。パッチ、お前何してんの？へへ、すまねえな、あんた。だけど気をつけな。好奇心は猫をも殺す。あるもんだぜ。近づくべきではないってのは。もっと少し、もっとも少し遅い忠告だったな。うひゃ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 。こいつ、こいつ、しばくか。一回目は許したけど、二度目はねえな。でね、なんかね、人影見えたのよ。ほら。ほら。あんた無事だったのか。まあ、落ち着いて話聞いてくれ。率直に言って、俺が悪かった。悪気はなかったんだ。ただ、ちょっと魔が差したっていうか、こんな商売してるとさ。な、わかるだろ？よくあるだろ？許してくれよ。生きていりゃ、いつだってノーカウントってもんだろ。ああ、許しません。そんな、おい、冗談顔だけにしようぜ。あんたはまだ生きてるし、俺だって余ってるじゃないか。そうだ、これは俺の気持ちだ。だからな、わかるだろ？錆びついた金庫。お互い孤独なんだ。これからも仲良くやろうぜ。土下座。土下座ねえ。あー、松ヤニとかね。ゴミクズ。まあでも、多分ね、カタリナシリーズが変えるのが、いや、これ変えててめちゃくちゃ良かったもんね。あ、これだけなんだろうな。こいつの、重要性はね。なんで？買わないのかい？物の価値が分からないやつだな。お前！おお、やるのか？はい、パッチさん、さよなら。
俺が何したってって、お前散々やったじゃねえか。で、位牌ゲット、ウィンドスピア、馬脚の指輪。馬ピョやね。怒られる。怒られる。いや、好きな人に怒られる。それを言って。馬。馬脚ってことは、まさか蹴りじゃねえよな。あった。蹴りの攻撃力高める。ああ、やっぱ、あれだね。蹴落とすからね。ようできてるな。ちょっとパッチで気づいてしまった感はあるけど。え、牌を渡す。ユリア。暖かい牌ですじゃの。はあ、まるでついさっきまで生きていたような。ああ、すいません。余計な詮索でした。才能方に限ってそんなひどいことをなさるはずもない。まあ、やったんですけどね。まあ、もし2周目をすることがあれば、まあ、またやろうかなって、ライブでやろうかな、みたいな感じだね。と思うけど、多分、1周目やることやり終わって、っていう感じになるかもしれないね。まあ、ただ言えることは後半になればなるほど死にゲーじゃなかったっていう。いや、ダメだよね。やっぱボスだって後半、どこだ？エルドリッチ戦してから、あそこで一回負けただけだもんね。エルドリッチ以降からは、一発でクリアしてるから、まあ、ある意味良かった。ある意味良かったのか。まあ、そこはね、また、ちょっとね、チャットが荒れてるんでね、また見ていこう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。またダークソウルすることがあれば、ライブ配信とかで、お会いできればと思います。それではまた次回別のゲームでお会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。